皆さんこんにちは。平成28年9月3日と4日の土日の2日間、ここ阿蘇市では第6回大阿蘇元気ウォーク2016という阿蘇市をこういっぱい歩くイベントが開催されます。毎年たくさんの方が参加されるイベントで、リピーターの方も多い大人気の催しとなっています。そこで今回は実際にそのコースを歩いて、この大阿蘇元気ウォークの魅力を皆さんにお伝えしていきます。では一緒に歩いてくださる、阿蘇市観光課の菊池あゆみさんです。よろしくお願いします。今年の大阿蘇元気ウォークは4月に起きた熊本地震の影響でちょっと開催もね、危ぶまれたそうですが、予定通りということで、良かったですね。はい、そうなんですよ。もうちょっとやっぱりどうしても山が崩れたり道路が通れなくなったりしたので、ちょっとどうしてもあのコースの変更とか内容の変更は余儀なくされたんですけども、やっぱ県内外からですね、もうあのぜひ今年もやってほしいという声をたくさん受けましたので開催に踏み切りました。はい、ではその大人気のイベントですね、菊池さんと今日は一緒に歩いていきます。ではスタートせーの、バン行ってきます。菊池さん、ここは、ヤクインバル湧水群、はい、ね、もう水が湧き出ていて、もうオアシスですね、ここで。ここはですね、あの阿蘇の山々に降った雨水がずっと山に浸透していって、すごい高い圧力で上がってくるので、こんなに高く噴き出すんですよ。自然の力で。そうなんです、自噴してるんですよ。古川さん、はい、あれ持ってきました。あれですね。いきますよ。いきますよ。せーの、じゃん。これ、参加者の皆さんに、本部の方からねお願いしているコップを持ってきて、こういうところで役立つんですね。はい、もちろんエイドステーション、あの給水所でも役立ちますけども、こういうところでも役立ちます。はい、じゃちょっと飲んでみましょうか。じゃ乾杯しましょうか。乾杯。乾杯。あー、美味しい。これいつも気になってるんですけど、曲がってすぐ100均。あ、これか。これ安心安全朝取り。でっか。キュウリでか。ピーマンもこんなに入って100円だそうです。うちの町の近くまでやってきましたが、こうやってね、ここから見える外輪山はまだまだ地震の爪痕が残っていて、痛々しいですね。はい、あの地震の後にポスターにね、あの阿蘇に元気を、阿蘇から元気を、負けるな熊本というね言葉が追加されたそうですが、あのやっぱり元気ウォークを開催することで、うん、やっぱ全国からあの阿蘇に来ていただいて、そしたら私たちがより元気になって、あの復興につながってほしいっていう思いと、まあ、もちろんその参加した人たちが歩いたり食べたりして元気になってほしいという思いを込めています。やっぱりこうやって現実こんな風にして外輪山が崩れたりしているので、まあ、こういう現状を見ていただくのと、でもまあやっぱりあの観光地なので、まあ、観光地として元気にやってますよっていうのと両方見てもらいたいと思っています。